糖質制限、ツナ卵のチーズ焼きを作ります。ゆで卵3個、シーチキン缶1缶、粒マスタード小さじ1、マヨネーズ大さじ2、20回ほどブンブン引っ張ります。容器の側面につく場合は、ヘラ等で落としてください。カップにブンブンした具材を入れ、ピザ用チーズを乗せます。500ワットのレンジで2分加熱したら完成です。